東京都は新年度の当初予算案を発表しました。一般会計の規模は都税の収入が増えたことにより23年ぶりに7兆円規模となり、東京オリンピックの成功に向けた取り組みに力を入れていくことになりました。東京都の新年度当初予算案の規模は7兆110億円で、前の年度よりも 0.8%、590億円増えました。都税が 3.7% 増えたことにより、1993年以来23年ぶりに7兆円規模となりました。これまで2年間、いろいろと仕事をしてまいりましたけれども、ぜひ後半の2年間でこういう政策が実るように、しっかりと今回の予算で、その道をつけたと、そういう思いであります。今回の予算編成では、世界一の都市の実現に向けた取り組みを加速化・進化させ、力強く前進させることを基本的な考え方に置き、主に8つの予算の柱を設けています。バレーボールの会場となる有明アリーナの建設予定地に来ています。今は草が生い茂っていますが、来年度からは実施設計が始まります。予算の柱の一つが4年後に迫った東京オリンピック・パラリンピックについてで、621億円を充て競技施設や選手村の整備などを加速させます。また東京パラリンピックの成功に向けて障害者スポーツの振興に258億円の予算を盛り込み、柔軟に政策を行うため貯金にあたる基金として200億円を確保します。このほか障害者の就職支援を図る政策には36億円を、福祉先進都市の実現に向けて保育や介護、医療人材の確保を行う取り組みには338億円を盛り込みました。東京都の新年度当初予算案は来月開会する都議会で審議されます。